選手現地サポーターの皆さん待ち望んでいたと思います。改めてどのようなところに期待されてますか？雰囲気作りのために入れたわけでもないし、単純にトレーニングでいいパフォーマンスをしているからメンバーに入ったというだけなのでね、ピッチに入ったらトレーニングでやっていた姿勢パフォーマンスを、ね、出すだけのところだと思うし、彼もそれをやってくれると思います。今回のリハビリをするにあたってたくさんの方が協力してくれましたし、治療も1日3回から4回重ねたこともあったし、朝ねもう6時ぐらいから治療スタートして、まあ、終わってみたらもう夜12時過ぎてるってこともたくさんあったし、それだけこう多くの時間を、まあ、治療だったりトレーニングだったりリハビリに注いできたので、復帰したからいいっていうわけではないので、やっぱりここからまあ、チームのキャプテンとしてどれだけこうチームをいい方向に導いていけるかというところが大事なので、チームが結果が出ない、まあ、こういう今みたいな時は逆に僕のことをね、こう叩いてもらってもいいの いいので、逆にね、他の選手たちをこう力強く背中をね、こうしてサポートしてほしいなというふうに思います。拾った高江、ミドルあります。ここいいところ持ってきた、シュート打った、どうか入った、平戸太田を落として平戸、町田先制点。柔らかいボール入ってシュートか、これは外してしまった。ドゥドゥが、ドゥドゥがいった、ドゥドゥでしたね。あっと、お、どうでした、あ、PK 取りましたね。そしてイエロー、白石手を出しましたか、おそらく。いや、白石だったら2枚目ですもんね。ああ、やっぱ白石か。そうですね。あ、決めてきた方角に入れてきました。
方が、まあ、応援してくれてるなっていうのを感じることができましたし、これからチームを引っ張っていかなきゃいけないっていう気持ちもまあ当然ある中で、今チームが厳しい状況だからこそ、もっと自分がいろいろやっていかなきゃいけないなっていうのは感じました。とにかく全力で向かっていくんで、引き続きサポートお願いします。これ乾いていこう。よっしゃ、まあ、強く当たるのは、まあ、僕に当たってもらって構わないので、まあ、今は、ね、こう厳しい状況だからこそ選手を後押ししてほしいなと思いますし、まあ、チームがいい方向に行くようにチームの先頭に立って僕自身がチームを引っ張っていきたいと思います。